はい、この公園です。動画で聞けるかどうかちょっと分かりませんが、この工場から非常に多くな雑音がここに入ってきます。そして向こうの道路は、30トントラックとか大型トラックも普通に、ハイスピードで走ってますから、少し子供を連れだと、怖いなとは思ってます。ブランコもないし、健康優遇、健康運動優遇はこちら3点ぐらいですね。子供がそこら辺ではよく遊べると思いますが、言った通り道路のところは非常に危険だと思います。怖いです。